はい、マクロクロスケです。今日はね、ちょっと動画の撮れなかったんでうまく撮れなかったんで、もう一回ちょっとこの、動画を再録画するとこです。ですね、今からポータルに飛びます。いっぱいなんかありますけど、これかな、ポータルって書いてますね。おお、ポータルあるかな、ポータルなんかないな、どこだろう。いっぱい建物あるからありそうだけどね、どこでしょう。皆さんはいつも旋回するとき左回りですか、右回りですか。どこだろう、ポータル、ポータル、ポータル、これは降りて探さなきゃダメ。これうわー、なんちゅうこっちゃ、ポータルを囲んでるのか、すげえなこれ。だから見つけれなかったんだ。いや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 、こっちじゃないか、向こうか。なんかすげえことやってるなあ。数時間前に来た時はね、こんなことなかったんですけどね。いやー、数時間の間にこんなことやってます、やった人がいるんですね。それではですね、変な顔、日の出、木、日の出、三角、クジラ、これね、テントらしいですね。テント、それからこれが虫で、これがね、バタフライという人もいれば、ファイアフライという人も言ってますね。これが虫で、三角、三角、あの虫、どこだ、飛行機どこだ、あった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 、かなりガスってますねこれね。さて、どこだろうな、メインアイセンターも、しっかりなんたらポータル、これポータル、今飛んできた方向か。何何、 S クラスがどんどんって書いてあるな。タイムレス アポスタル OK for S クラスファイター。これちょっとじゃあこの方向に行ってみますか。
1時間はまずいな。私の場合80度から90度に上昇して、でどこで止めるかっていうとですね、今上にこの、なんていうんですか、この拠点マークがここの上の方に出てたじゃないですか。その上の方に出てた拠点マークがね、消えたところが、ちょうどそのパルスジャンプ適正位置だと私は認識してるんですけど、それ以外だと角度が浅すぎたり、あまりにも行き過ぎたりっていう感じじゃないかなと思ってます。これだな。どうでしょう、いないかもしんないっていうのはね、さっき私撮ったばっかりですからね。どのくらいの感覚で湧くんだろうな。いないかもしんないな。まあここにいましたという検証、ああいないですね。ここにいましたという検証動画にしかならないです。すいません。ここにですね、ちょっとその時の雰囲気で着陸してみますね。ちょっと位置ずれましたけど、こんな感じで落ちてたんですよ。落ちてたっていうか、これ故障してたんですよね。でそれを修理して今投下してるんですけども、場所とか目印になるやつは動画静止してみてくださいね。いや最初に撮ったのはね、失敗しちゃってね、全然撮れてなかったんですよ。こんな感じの、結構白くて綺麗な戦闘機ですよね。で次回は、そうですね、テクノロジースロットについてちょっとやってみようかと思います。ではね、またね、バイバイ。真っ黒クロスケでした。